山口支部から今村豊選手です。どうぞ拍手でお迎えください。お、軽やかによろしくお願いします。ではご紹介いたします。今度ね、マスターズチャンピオン出場予定になっております今村豊選手です。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いいたします。いや、実に若々しい登場の仕方で、ありがとうございます。ね、ファッションもこう若々しく、はい、やっぱり若さの秘訣は何でしょうか。ですか、今日はどうですか。遊ぶことですかね。遊ぶこと何にも一生懸命といった感じですかね。あ、僕はそんな感じです ね、はい、はい、手抜くのがあんまり好きじゃないということで、はい、はい、さあ今回はですね、来月から開催されますボートレース宮島での第20回マスターズチャンピオン、もう20回ですか。20回目です、はいはい、今回で10回連続ということですよね。でしたかね、はい、だから名人戦から20年前に名人戦という名前で始まって、その中で当時は50歳以上という資格、参加資格で48歳になって、その48歳になった時に初めて今村さんが多分そうですね必要になって、はいはい、当時はあの憧れの加藤俊二さんとの共演ということで割とね、はい、みんなから注目されたんですけれども、どうでしょう、このマスターズチャンピオンっていうのは今村さんにとってどんな大会ですか。まあ大雑把ではありますが、あのですね、若い時に記念走ってですね、うん、はい、でやっぱり徐々に年齢重ねられた先輩たちがどんどんちょっとこう変わってくるじゃないですか、はい、メンバー選手がね、はい、先輩が来られなくなって、で僕が48歳になって名人戦に行った時に、はい、ああ、久しぶり、また懐かしいなと思いながら走ったレースなんですけど ね、今村さんの場合はデビューしてすぐにもう記念戦線ですから、はい、ほぼほぼ、まあ、ボートレース人生が、まあ、記念戦線、記念レースということでもいい過言ではないと思うんですけど、はい、当時のなんか記憶が蘇るような。そうですね、あ、昔 この先輩たちと一緒に走ったなっていう感じで、面々がですね、はい、ものすごく懐かしかったんですけどね。こう今記念レース、 SG レースでやってる雰囲気とマスターズは雰囲気違うんですよ、はい、でなんか和やかっていうかほんわりとした感じで、うん、はい、みんなやってますんで、あのギスギス感はないんで、はい、もう若干本当に45、6、7とかあの辺の選手がもう絶対優勝したいって思ってるやつらの方が若干いるとは思うんですけど、うん、そこまでないんで。 SG はやはりピリピリしてますか。まあしてますけど、でも僕たちが若かった頃の SG 記念レースとは違いますね。ちょっと興味あります。先輩たち見てたらもうピリピリでしたもん。あ、怖くて。そうですね、もう怖いの一言です。怖かったです。今村さんでも、はい、僕はもうとにかく水の上ではそら先輩であろうが何であろうと思う力いっぱいやって任せてやるっていう気持ちでやってたんですけど、うん、他の上上がったらやっぱり先輩ちゃんと立てて、うん、ですることはしてやってましたんで、うん、そんなには割ときちっと、逆に言うとまあ可愛がられてきた方だと思います。そのあたりのメリハリじゃないですけども、立てるところは立てるというか、きちんと上下関係をしっかり。もちろんそうです。そのあたりもやはり後輩、いわゆる今村さんが面倒を見てきた後輩にもそのあたりは厳しく教えてきたという、はい、ことですね。やはりその昔ながらのレーススタイルで戦われる、はい、レースの流れって、まあ、スタイルが実際な色、ここまで何十年で走られてきてると、それなりにそういうその当時その時代時代の走り方っていうのがやっぱ変わってきてると思うんですけども、またその当時参加し始めた頃と今回の面々でいうとまた変わってきてるじゃないですか。そうですね、まあ、今回っていうかもう45歳になりましてね、はい、まあまあ 今まだ記念レースで活躍してる選手が多くなりましたんで、はい、だからどうなんでしょう、懐かしさ、さっき言った懐かしさっていう面ではあまりないんではないかなっていうふうに、うん、ですね、半数がもうまだ記念戦線でバリバリの、そうですよね、半数以上の方が走られてますから、そういった意味で言うと、なんか久しぶりっていう感覚じゃないでしょうね。あ、このマスターズに関して言うと、今村さんはそのこれまで10年連続資格が取れてから10年連続で出場されて、はい、今回10年目、はい、そのうちもう3回タイトル取ってるんですよね。おかげさまで、はい、この辺、今回から去年から45歳になって、
はい、面々が変わってきて、はい、そのやっぱり走り方の違いっていうのが、いやそこの違いじゃなくて、うん、自分の衰えですよね。今村選手の衰え、うん、やっぱ感じますね。え、どういったところで感じるんですか。もう全てにおいて感じます。全てにおいて、うん、やっぱり若い時のようには体動きませんし、思い描いてるそのいわゆる自分のレースのパターンと頭の中では変わってないんですよ。はい、体がついてこない。そこについていってないという、うん、はい、よく運動会でお父さんが走ってるけど足がついていかない、足がから、絡まってるでしょ。はい、あれに近いです。でもボートだと、まあ、要はプロペラが回ってエンジンが動くじゃないですか。いやでもやっぱりすごく力いりますし、はい、ね、手も動かさないといけないですね。うん、あの聞いた話なんですけど、まあ、それぞれ選手の方があのエンジン装着する際に全部あのワイヤーから締めてハンドルの調整具合とか、はい、今村選手は定価1、ボートレース界1、ハンドルが重いというか。今はそんなことないと思いますけどね。結構真似してやってきてる選手もいますんで。あ、はいはいはい、あのうち の、 あの山口 の、 あの海野くんらでも重たいんですけど、僕が若かった頃と同じような張り方してますんで、はい、今ちょっと若干柔らかくなってますんでね。今村さんも柔らかくしてる、はい、そこらあたりのこだわりっていうのは、ただ訓練時代にそうしてたから。いや、やっぱ力が衰えてるんでしょうね。切れなくなってきてるんです。重い方がではその操縦しやすいのはしやすいんですか。しやすかったです、今村さんにとっては。はいはい、それはだから若い時に僕は重くして、うん、あの乗ってて、もう本当に誰も真似しないぐらい重たかったんですけど、はい、でも先輩が言ってたのよく覚えてるんですけど、ハンドルが軽くなってきたらもうダメよねっていう、そういう言い方してたのがいや分かりますもん。ああそういうことですか。はい、このこうハンドルってこう切る、片手で切るんですけど、はい、普通僕が普通の選手のハンドル持つと、はい、何これっていうぐらい軽いんですよ。あ、っていうゲームセンターにあるようなで、僕のハンドルをあの他の選手が持って回すと、うん、あ、ガジってますよって言いますもん。ガジる、うん、それぐらい重たいんですよ。ギューッと、もうだからちょっと触らせてくださいってやっぱ言うじゃないですか、若い子なんか、はい、で、えって言って言いますもん。あ、え、こんなんで切るんですかって。それぐらい、はい、20歳、20代の頃と例えば40代の頃だと、多分40代の時の方が腕力強いと思います。だからずっと切って切ってますんで、重たいんで。ああ、はい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 。だから実践の積み重ねという、腕力のピーク40代ぐらいだったと思うんですよ。あの特徴ってあるんですか。 重かったらこんなんで、軽かったらこんなんでっていうような、なんかその、いや僕ハンドル一発切りなんだったんで、あの普通送りハンドルって言ってこう切るんですけど、僕はこう切ってたんで、はい、こう持ってきてそのまま持ち帰ってこういってたんで、はい、軽いと切れすぎるんですよ。はいはい、切れすぎて、早すぎて、キャビルっていう、船がね、急にクッとエンジンが即座にこう切れるんで、うん、早すぎて失速するんです、キャビルんですよ、ね、はい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 。だからできるだけ重くしてて、それでも切っていくっていう、まあ、真似する選手がもうたまにいます、ね、ほぼほぼはできないと思うんです。じゃあこの間その今言われた運の選手は中国チャンプにもなりましたし、はいはい、マスターしてる方ですか。してます、してます。あ、はい、ちょっと今度はね、あの仕事から離れて普段どんな生活をしてるのか興味津々なんですが、お休みの時っていうのはどんな、はい、あのライフサイクルなんですか。朝はだいたい5時とか5時半に毎日起きられる、はいはいはい、起きてからまだ世間は動いてないじゃないですか。動いてないですね、はい、そういう時どうされるんですか。どうされてるの、んびりご飯食べたりとか。いや、あまり家で朝ご飯食べないんで。え、ほぼ食べないです。コーヒーだけです。それだと朝ご飯はもう抜きっていうことですか。抜きがいいです。外食で朝ご飯じゃなくて、はい、はは、じゃあコーヒーだけ飲んで、はい、1日はじゃあ2食ですか。ですね、はい。その時間じゃあ5時起きてからはどうされるんですか。動き出すのは何時ですか。いやもう朝目が覚めたらすぐ起きます。起きて、まあ、パソコンとか iPad とか触ったり、はい、で明るくなってきたら家の周りぐるっと回って、うん、散歩。いやいや掃除掃除いや引っ越したんですね、2年半ぐらい前に。2年半ぐらい前に、はい、はい、で外全部セメントかあの
泥じゃないんですよ、はい、葉っぱ一つ落ちとったら目立つんですよ、はあはあ、気になって、はい、こうきちんとこう背面を張ったというか、はいはい、鳥が糞して目立つんですよ、はい、そういうことは割と気になる方、気になるんです。あ、そうですか、はい、でそれを自分で、まはい、もう周り見て、そうです。でそれとかまあ、今いな、もうほぼいなくなったんですけど、引っ越した当初は蜘蛛すごく多かったですね。蜘蛛、はい、じゃあ蜘蛛の巣が張ってたりするんですか。もうそれが嫌なんですよ。それは蜘蛛の殺虫剤持ってずっと歩いたりそれを天下の今村豊がしてこうしてるわけですね。してます。今もっぱらパチンコとゴルフですか。はい、そうですね。割と例えば冬、この冬スキーなんかは行かれてないんですか。スキーね、2シーズン行ってないんですよ、はい、実言うとその前の夏に骨折しまして。え、今村さん。はい、尼崎のオールスターの時に。あ、レースで。はいはいはい。であれから靴履くのも怖くて、あでそのままで直しちゃったんですね。で骨が剥離骨折でピッとこう十字になってたんですよ、はい、でそのままひっついとったら病院行ってないから分かんないですけど、行ってないんですか。なんか嫌だなと思ってこの靴履くのが、はい、でまあ、当然最初の冬は無理でしたけど、はい、怖いんですよでも好きなんでしょ。あ、もうスキーは好きです、ね、スキー大好きです2回も行っていただきましてね、うん親父ギャグではないですよね、はいはあ、だから行きたくはなったりはないですか。行きたいですけどね、うん、じゃあバイクなんかもお持ちじゃないですか。ハーレーだの。ハーレー持ってないですよ。もうあれオールスターで商品、いやあれもう手放しました。あ、そうですか。でちっちゃなモンキーを持ってます。あ、乗られるんですか。いや乗ってちょっとパチンコ山で転んじゃって、あら怪我したんで、はい、そっから乗ってないです怪我をすると結構トラウマになる感じですね、はい、よくまあ皆さん、僕が聞いたのは今村さんはどれだけ食べても太らないっていう体質だっていう噂をよく聞いていたりするんですけど、はいはいはい、大体その傾向はありますけどね。小食ですか。小食だと思います。量はいらない。量はいらないです。うまいものがいいです。うまいもの、やはりまあ稼いでる分食には使う方ですか。僕は使うと思います。ただ小食ですからね、質にこだわるというか。うまいもんがいいですね。別に高級食材じゃなくて B 級グルメでも何でもうまいもんがいいです。あ、濃い口ですか。薄口ではないと思いますけどね、うん、特別濃いこともないと思うんですけど、薄いのはちょっと苦手ですね。なんか先ほど裏でもお話をお聞きしてたら、最近は肉が食べられることに気づいたというお話で、はい、どういうことなの。肉が食べられるっていうのは、お肉は嫌いだったんですか。いや好きなんです。でステーキ食べに行っても 200g の、はい、あのステーキを食べれなかったんです。 200g はもうちょっと無理だなと思ってたんが、はい、最近この300から400食べれることに気がついたんです。それすごくないですか。その倍じゃ、ほぼ倍じゃないですか。食べれるんです。今食べるんです。それは 何きっかけでというか、誰かに勧められてとかってあったんですか。実はね、はい、やっぱステーキ行くとなんかステーキハウスみたいなとこ行って、はい、やれ英語だのなんだのいい肉食べてたんですけど、はい、これ食べれないっていうのに気がついていわゆる高いのでサシの入ってる脂のノリノリの、はい、結局それで早く満腹になっちゃうみたいな。神戸牛の A5 ランク食べるよりは、はい、今僕輸入牛のアンガス牛でいい十分ですそっちの方が気に入ってるという。美味しい。僕今本当にそっちの方がうまいなと思います。それが最近それこそ食べれるようになったというか、はい。あとじゃあその量、肉以外だと量はそんなにいかないですか。お魚とかお野菜とか。もう食べるのは何でも食べるんですけど、うん、肉系ですね。肉がやっぱ中心、はい、じゃあやっぱまだまだお若いですね、うん、消化器系も大丈夫ですね。大丈夫です。持たれることはないですね。ないです。ただ凝り性なだけの、まあ、お話聞いててその凝り性の今村さんですから、これって決めたらそればっかりいっちゃいそうじゃないですか言ってます。だから今その地元でそのステーキっていうか肉見つけたんですね、食べれる肉を。はい、そのお気に入りの美味しいお店を、はいはい、でレースとレースの間ってもう日にちないでしょ。でレース場入ると牛肉食べさせてもらえないんですよ。
鶏肉ばっかりなんですよ。だから僕家で鶏肉はやめてくれって言って言ってるぐらいで、はい、でも牛肉が食べたくて食べたくてで、もうレースとレースの合間はもう必ずって言っていいぐらいそこの肉屋さん、あのステーキ食べに行って、はい、で今休みなんですけど、はい、休み中でも週に一度は咲いていきますね。1、2回行きますね。はあ、で300、400を平らげて、はい、平らげます。焼肉とは違うんですか？焼肉と違いますね。焼肉だとそこまで、昨日も実は焼肉行ったんですけど、はい、家族3人で、はい、ロースが2人前、ハラミが2人前、はい、ウインナー、イカで終わりですか？お野菜とかないですか？ないです。あ、そうですか、はい、で野菜嫌いなわけでもないです。嫌いなわけでもないですけど、めんどくさいです。じゃあお肉以外だと割と少量がいっぱいいろんなメニューがあった方がいいみたいな感じ？はい、懐石料理みたいなのがいいです。あ、めんどくさい。お酒は、お酒は飲まないです。ほぼほぼ好きではないというか。缶ビール飲めないですから。1本無理です。コップ1杯は飲めます。はいはい、でも缶ビール1本は無理です。まだね、もっともっといっぱい、もう話は尽きないので、皆さんもね、すごく静かにお聞きいただいたと思うんですけども、本日の、プレミアムトークショー、今村豊選手でした。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。